あ、なんか早いぞ。全然数字が違う。っていうか、うちの回線遅いんじゃねえこれ。全然早いな、こっちの方が。なんだよ、うちの回線。はい、どうも、副島 MAX でございます。ポケット Wi-Fi を使ってみないかということで、送っていただきました。新しく日本でサービスを始める、のぞみ Wi-Fi さんからいただきました。ちょっと開けます。あー、どうした？あ、これは、返却用のレターパックライトですね。送付のご案内とか機器の取扱説明書が入っております。で、機器自体はこれか。はあ、こういうやつなのね。なんかスマホっぽい変な形の機械ですね。こういうのなのね、最近のやつは。これ電源はどうやって入れるの？これか、パワーボタン。これかな。はい、どうやら動いております。ピカピカしてますね。 Wi-Fi に繋いでますよってことでしょ。随分とスタイリッシュな Wi-Fi なんですね。インターネット回線のスピードを測るアプリケーションをダウンロードしています。これでスピードを測ります。今これ僕の家の Wi-Fi のスピードを測っているということですかね。まず自分の家の回線からスピードチェック。データが出ました。ダウンロードが 1.23Mbps、 アップロードが 1.36Mbps。まあ、家の回線は決して速い方ではないと思うんですが、まあまあ、普通に使う分にはあまり不便を感じておりません。じゃあのぞみ Wi-Fi さんで使ってみますかね。じゃあまず接続します。ここに SSID とパスワードが書いてあります。はい、接続できました。あ、なんか速いぞ。全然数字が違う。っていうか、うちの回線遅いんじゃねえこれ。はい、結果が出ました。ダウンロードが 6.73Mbps、アップロードが 3.22Mbps。 全然早いな、こっちの方が。なんだよ、うちの回線。はい、今大阪市内の、ま、駅の地下鉄の駅の近くなんですが、割と市内の中心地にいます。この望み Wi-Fi さんのやつね、ちょっとここでもね、スピードを測ってみたいと思いますね。さあ、果たしてどのくらいの数値が出るのか。あー、結構なスピード出るな。やっぱ市内は電波バリバリのおかげか、めっちゃいい数字が出てますね。非常に安定してますね。はい、出ました。はい、ダウンロード 15.44Mbps、 アップロード 2.78Mbps。 まあ普通に早いよね。早いよね。すごいな、これは。いいな、僕の家の回線よりこれ早いんですよ。それがね、憎たらしいね、この野郎って感じ。 iPhone6S と同じくらいの大きさですね、これ。外で仕事するときとかこのくらいあるのも十分です。外出先でネットフリックスとかも見れるしな。これは新機種らしいんですけど、初期手数料3980円で、機種登録料が3000円、月額が4480円、クーポンを利用すると3780円になりますよと。なんか YouTuber 限定のクーポンがあるらしくて、3680円月額ね、になりますということを書いてます。下の説明欄にクーポン乗っけときますんで、もし利用しようかなって方はぜひ利用してください。詳細はぜひのぞみ Wi-Fi さんのサイトで、チェックしてみてください。いろんなプランがあるな。無制限プラン、100ギガ超えプラン、1週間プラン、あー1週間、あー2週間、あー旅行先で使えるやつだな。これはでもかっこいい機種ですね。こんな機種が来るとは思ってなかった。